どうも、吉本プラモデル部、直吉片倉ブリザードです。はい、今日はですね、こちらを作って遊びたいと思います。じゃーん、ゾイド、ジェノザウラー、ティラノサウルス型。じゃん。何年のやつだろう。1900。今開けてみましたけど、パーツがたくさんある。じゃん。すごい。こういうね、注意書きとかも。説明書。無印のゾイドだから一番最初のやつかな。はい、今ここまでできましたけど、このね、すごいこれが難しかった。導線を入れなきゃいけなくて、そう、しかもこれね、よく見たらレベル、組み立てキットレベル5って書いてあったわ。で、2004年のやつでしたね、ジェノザウラ。わあ、ちょっと大変。プラモが苦手な僕には難しいですね、こいつは。はい、今ここまでできましたよ。じゃん。口のね、こういうとこ。よし。じゃあ、足を作っていこう。大変だぜ。結構時間かかってるけど、まだ全然進んでない。いいの47。なんかね、全然関係ないけど、ここにね、さあ、足の方がいい感じにできましたよ。ほら。よし、じゃあもう片方も作りましょう。はい、足完成しました。じゃーん、いいね。なんか色合い何かに似てるなって思ったら、ビーストウォーズのメガトロンの、なんだっけ、メガトロンのさ、恐竜なんだったっけ、メガトロンの恐竜の名前忘れちゃったけど、あいつに似てくる。さあ、それでは次は爪のね、組み立てに行きたいと思います。爪 よし、25。はい、今爪ができました。爪、ニキビができたね。さあ、爪ができたので、ついにページ数がまだいっぱいある。右手、右足の取り付けだって。もう取り付け、はい、尻尾完成しました。ちょんちょんちょん、ヘビみたい、ヘビのおもちゃみたいな。よし、さあ、それではこいつにつけるぜ。カチンってなるのかな。いけ。おお、ガシャコン。はい、ということで、ジェノサウラ完成しました。こちらです。じゃーん、ドーン。見てー、かっこいいね。電池も入れて、果たしてちゃんと動いてくれるのか。パイロットが乗ってました。ほら、パイロット。ゴー。シャリー。うわー、すげえ、激しい。目が赤く光ってる。すげえ、見えるかな。見て、ほら。
超動いてるほら。すごくない？昔な感じがするけど、いいね、めちゃくちゃいい。デスレックスと比べてみよう。同じティラノサウルスとね、しておお、全然色がね、色合いが全然違うけど、いいんじゃない。おっ、どっちがどこ、あっ、あっ、あっ、わぁ、やばい、やばいね、デスブラックだ。ジェノザウルは押されてるよ。さあ、できた。おっと、これはやばい。うわー、ジェノザウラーの勝ち。デスレックスが自滅しました。よし、まあちょっともう手に入らないかもしれないんですけども、ネットとかで全然売ってると思う、売ってるというかあると思うので探してみてください。かっけえです、超。やっぱ黒と紫っていいよね。よし、はい、ということでジェノザウラーね、紹介しましたけど、いいね。尻尾がね、もう尻尾が好き。これだけでなんか強そう。意外にこっちに攻撃すると見せかけて、後ろからさ、こうやって来たやつにもこうやって、こうやってこうやって攻撃できる。すごい考えられてますよ。はい、ということで以上、吉本プラモデル部直吉片倉ブリザードでした。チャンネル登録といいねお願いします。